今度は変化球を狙われました。菊池リズムを作れずリードを広げられます。西武は5回ピンチで2人目の松永、またも角中でした。三度ツーアウトから打たれ突き放されます。頼みの打線もロッテ先発グライシンガーにタイミングが合いません。西武いいところなく大事な試合を落としました。西武渡辺監督、明日負けて相手の優勝が決まってしまうのは情けない話、なんとか勝ってプレッシャーをかけたいと話しながらも元気がありませんでした。楽天は2回ツーアウト1、2塁として松井チェンジアップに食らいつきました。先制のタイムリー、楽天はこの回1点を追加し2対0とリードします。先発の菊池は5回1点を返され、なおランナー3塁で大引き。ストレートを弾き返され同点。さらに8回再び大引き、スライダーが甘く入りました。決勝のホームラン、逆転負けの楽天、クライマックスシリーズが遠のく2対1敗です。楽天の星野監督、8回の決勝ホームランについて、ここ5試合打たれてはいけないところばかりで打たれていると不可の表情でした。パリーグの順位です。首位日本ハムは優勝へのマジックナンバーが1となりました。日本ハムは今日